さて、唐突に始まりましたが、今回の動画題して第1回東京グール RE カフェ調査レポートということで、ついに私 NM 行ってまいりました。もうすでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、タイトルに第1回と記載されておりますが、おそらく2回目はありません。皆さんは瀬戸大橋を渡ったことがあるでしょうか。四国と本州を結ぶとてつもなく大きく長い橋です。車と JR を使って渡ることができますが、世界一長い鉄道道路併用橋としてギネス世界記録にも登録されているようです。今まで何回も渡ってるんですけど、やっぱりねすごいですよ。瀬戸内海の景色もそうなんですけど、人間の技術ってすごいなっていつも感動しますね。岡山で新幹線に乗り換えて博多に向かいます。当日はあいにくの雨ですが、一人旅の雨は別に嫌いではないですね。博多駅から地下鉄に乗り換えます。天神駅で降りて隣接されている福岡パルコに東京グール RE カフェはあります。カフェに到着すると、主人公金木健の東京グール RE での名場面が外の壁いっぱいに描かれていました。店内は漫画での名場面や単行本の表紙を彩ったキャラクターたちが巨大なタペストリーで飾られています。席には大金木のペーパーランチョンマットが敷かれていました。持ち帰れるそうです。注文を終えると金木マスクに入れられた食前酒が運ばれてきました。器は陶器でかなり細かいところまで再現されていました。飲んでいる時に自分がマスクをつけているように見えるとのことで、店員さんが写真を撮ってくれるのですが、これが結構恥ずかしい。オリジナルドリンク1つにつき1枚ステッカーがもらえるそうです。運ばれてきたのは金木の赤眼カレーです。先ほど飲んだ金木マスクの食前酒はカレーとセットだったようです。赤黒くドロッとしたカレー、上には黒くまがまがしいライスがグールの角眼を表しています。これ食べたことある人ならわかると思うんですけど、結構辛いんですよね。目はモナカでできているので食べれます。下には大きめの肉が隠れていました。オリジナルドリンクは当家のゼリードリンクを注文しました。ついてくるチャームがもらえます。カフェに来たハイセイと出会った時の当家ちゃんですね。美食家月山のローストビーフです。ソースは血が飛び散ったようにかけられており、なかなかグロテスクです。分厚いローストビーフに目玉をイメージしたチーズ、耳たぶをイメージしたパスタはかなり食べ応えがありました。お腹も膨れてきたのでデザートタイム、ハイセイの黒ごまバナナスムージーです。純徳唐時代のハイセイをイメージしており、混ぜると真っ黒になります。上等捜査官十蔵のパフェです。もうすでにお腹いっぱいでしたが、これは食べたかった。少し大人になった十蔵をイメージしたパフェです。十蔵もちゃんと食べれます。半兵衛もちゃんといます。最後はトルソーのミルクティーです。メニューの説明欄は狂気でしたので画面に出しておきます。容器をひっくり返すと下に溜まっているベリーソースが混ざって見た目がグロテスクになります。僕は下手くそだったのでなかなかできませんでした。公には公表されていないようですが、この容器ももらうことができます。家に置いとくとちょっと卑猥なおもちゃに見えなくもない。さて、いかがでしたでしょうか。本当は全品制覇して帰りたかったんですけど、思っていたよりメニューが多かった。まずいサンドイッチと木島のチーズケーキが食べれなかったのが心残りですね。もしまた行く機会があれば、今度こそ全品制覇したいと思います。皆さんは東京グール RE カフェで何を食べましたか。感想などをコメント欄にお書きください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。